こんにちは今日は確定申告の効率化についてですね。確定申告年末調整の効率化についてお話ししようかと思います。まあ、これフリーランスの方は、まあ、確定申告でやりますし、で法人、会社を持ってらっしゃる方はご自身の年末調整で、うん、税,税金の計算をするかと思いますで。こういった生命保険会社からこういう紙が送られてきて、もうめちゃくちゃ非効率ですよね。 もう紙送ってこないでくれとか思うんですけどこれが嫌だからもう保険会社1社にして <laughs> 余計な紙が増えないようにしたいなと思うぐらいではあります、まあ、今日が10月なんですけども10月17日なんですけど今ぐらいの時期になんかボコボコ送られてきますよねこれはもうめんど,めんどくさいんで <laughs> もうささっと片付けるようにしてます で、これちょっと最近昨日、今週届いたもので、あえてこの紙のまま撮ってたんです、撮ってるんですけど、まあ私は一応効率化としてデジタルで何でも、ほぼ、ほぼほぼ何でもやるんですけども、ただこれに限っては紙の方が早いというのがあります。で、これをデジタルでやるんだったらどうするかというと、保険会社のサービスに登録して、で、マイナンバーを カードを使うマイナポータルというのをログインして、そこで紐付けっていうのをすれば、ああ確定申告するときにデータがそのまま読み込まれるとか、まあ、年末調整のソフトに読み込まれるとかっていうのがあるにはあるんですけど、めちゃくちゃ使いにくいですよね。毎年ですね、ちょこっと使ってみてはいるんですけど、これはないなっていうのはやっぱりあってですね。だからデジタルを何でも使うってわけではなくて、もう使いにくいものだったら紙の方が早いっていうものもなくはないんです。 ただ、本当に少ないですね。少なくて、もうこれ、これ以外にっていうのは。まあ、これ以外にってなると、そうそうないかなと。またあったら、この YouTube でご紹介いたしますけども、まあ、基本的にデジタルの方が圧倒的に早いわけですよ。どう考えても。ただ、この生命保険案に関しては、まあ、そうでもないかなというところはあります。そのマイナポータルというマイナンバーカードで入るものも、まあ、スキャンするにしろ、スマホで読み取るにしろ、の マイナンバーカードをカードリーダーに刺すにしろ。それがもうめんどくさいですよね。めんどくさい。めんどくさくないんですかね。まあ今やもうパソコンだけで別にログインでき、サンバパ,パソコン、スマホだけでログインできるじゃないですか。それをわざわざカードをかざしてっていうところで私はもうないなとか思ってはいます。で、確定申告の時はしょうがなくっていうのはあるんですけど、それでも2回3回と読み取らさ,さ,せ <laughs> させられるのは結構めんどくさいなとか思ってますね。 もうあれ別にね、ログイン ID とパスワードでいいじゃんと私は思ったりはするんですけどね、ああいう物理的なカード、ね。まあなんか思惑があるんでしょうけども、ああいうの、ああいう類は一切使わないようにはしてはいます。で、じゃあこの紙をどうするかっていうことで、紙があるのもちょっと嫌で、で、確定申告の方は今10月に来て、それを使うのがまあ少なくとも年明けですよね。 まあ下手すると3月ぐらいまでなっちゃうかもしれませんけども、まあ、私は例年1月の最初のことこ、今回は1月4日が土曜日なんで、1月6日からしかできないんですよね。1月6日にその確定申告をするようにはしてはいます。で、その時までいらないんで、まあ、これで、その保険会社のシステムに登録したとしても、この紙が送られてくるっていうことはなくならないですよね。 そうするともう登録、もう、やったの思いで登録したのに紙は送られてくるっていう、そういうストレスにもなるんで、私もうゆ、郵送時点でもストレスではあるんで、で、まあこんな感じで余計な部分もついてるわけですよ。だからまずはこの余計な部分を全部、もう、破ってしまうと。で、これはもう、こっち側は捨てるって感じですね。で、こっちだけにして、これ、あ草さ、あくって2個入ってる。こういうのを、 あ、これもい、いらない。あ、これは、こっちが、これななんかね、本当分わかりにくいですよね。この、あこれ、一緒の、そうですね。これはこれで3本入ってるんで、こんな感じですかね。で、もうこっちはいらないって感じ。で、これはまた丁寧にこういうのが入ってるんで、なんかこういうのを細かく捨てていかない、捨てていかないと、まあ、すぐ、 紙だらけになっちゃいますよね。で、なんかもうこんなんていらない、いらないですからね。いらないんで、まあ、これも、その住所のところはいらなくて、なんか切り取り線とかみたいなのがあるんで、まあこれも、本当とは、ほんはだろうか、紙で、あ、紙をカッターやハサミで切れば切る、切るっていうのもあるんですけども、そろそろめんどくさいんで、ハサミなんか自分用がなかったりもしますね。私紙は扱わないんで。 まあこうやってもう極力取っておく紙は最小限にして、もうこんなんですよ、こんな。<laughs> でもこれを誰かに提出するとかないんですからね。ないんでね。ほぼほぼ。まあもちろん税務署の方から見せてくれって言われたら見せ,見せなきゃいけないですけど、まあ一応取っておけばいいので、わかればいいので、まあなんでも。これはなんか、 まあ、どさくさな紛れて送られてきた、この契約内容のお知らせってやつですよね。まあ、こんなんも、あのネットにログインすれば見れるように私はしてるんで、もう全部こうう、こうこれ、これだけ、スッキリできるわけですよね。で、残るのは、こういう、こういうものではあるんで、もうこのギザギザですけどね。<laughs> まあ、いいんです、これで。で、これを、適当に、スキャンして、まあ、スキャンと言いますか、スマホで写真に撮って、それを、 私は Notion に入れてます。で、確定申告の時にここの数字だけを入れると。で、そんなに大した量ではないんで、もうこれはもう別に紙でいいかなっていうのはありますよね。今 Notion で、Notion メモアプリですね。これな,なんでもいいです。写真でもいいんですけど、写真で撮ってしまうと、他の写真と混ざっちゃうじゃないですか。また探すのが面倒くさかったりするんで、必ずこういうメモアプリに、で、 どっかに提出したりとかするんであれば、スキャンアプリでアドビスキャンとか使いますけど、まあ別に写真でいいかな、みたいな感じで、今、これで撮りました。で、そうするとこれはポイって捨てたいとこですけども、まあ一応撮っておかなきゃいけないんで、これは <laughs>、もう、自分のレシート入れのところに、まあちょっとレシート入れのところで分けれるようにしてますんで、そこにスポット入れて、もう一生見ないと。そんな感じにしてはいます。 で確定申告の時にはこっちのデータだけを見るって感じですね。で、ちょっとその、その画面をどんな感じで撮れているかっていうので、お見せすると、Notion の。今スマホでこれを入れたんで、もう連動してパソコンでもそ見えるようにはしてはいます。で、そうしてしまえばもうあとは紙はいらないわけですよね。 これで見れればいいんで、ちょっと余計な部分もあるんで、右側はネタ帳ですね。ネタ帳ではあるんで、こんな感じで撮っているんで、雑ですけど分かればいいんですよね。これダブルクリックするとこの中身が見えるんで、 で、それを見て、その確定申告の時に入れとけばいいかなと。で、私は事前にそのエクセルで自分の税金を試算するんで、計算するんで、まあそっちに入れて、まあそれを見て、あそれから、まあ確定申告の、国税庁の確定申告コーナーに入れるって感じにはしてはいます。まあ数が多かったらそこで RBA とか使ったりはするんですけど、この生命保険だと私は今のところ、 三本と三本、これ四本、五本、五本とかなんで、まあそれを、で、金額は一緒だったりもするじゃないですか。毎年一緒だったりする場合もあるんで、そこの数字をちょこちょこっと修正するだけではありますね。何々生命保険っていう会社名は入ってるんで、生命保険,命保険っていうのは入れてないですね。 もうアクサだったらアクサ、メットライフだったらメットライフみたいに入れてあるんで、そこの該当するところの数字を変えるだけって感じです。まあその方が早いかなと思ってやってはいます。まあ私はその年末調整も、あ年末調整でもあるんですけども、まあ確定申告もするんで、フリーランス、個人事業主のとしても、も確定申告があるんで、まあそっちの方でもやっているという感じですね。まあ、ですのでもうこれ、 もし、その、これは独立の、独立語の方向けのチャンネルではあるんで、まあ、ご自身のものであるんで、もうちゃちゃっとそれで処理しちゃった方がいいかなっていうのはあります。で、怖いのは、これ来て、あ、なんか来てるなと思って、あ、なくなっちゃったと。なくしちゃったっていうのが一番怖いですよね。そうすると再発行だったりして、めんどくさかったりはするんで、まあそ、そうならないように、もう早いうちに写真に撮っておくと。 いうちに写真撮っておいて、こうやって余計な部分っていうのは捨ててしまうっていうのがいいかなっていうのはあります。まあ、この数字、ね、保険料が書いてあるところだけあ、もう残ってれば全然問題ないんで、まあ、ただ、まあ、一般的に、証明額っていうのと年末の予定っていうのがあるので、まあ、そういうところ、そ,そ,のそれが全部映るように写真撮らないといけないです。あと必要なのは新生命保険料なのか、給なのか。 まあそういうところも大事ですし、まあ、一般なのか、介護なのか、個人年金なのかっていうところも大事ではありますので,で、意外とですね、ちゃちゃっと写真撮って、この生命保険,が保険会社の名前が切れてたりすると、あれ、これど、どこのだっけみたいになっちゃうんで、まんべんなく、もうこうやって切り取ったら、もう,こう全部。 全部写真に撮るっていうのはやっておいた方が、多めに撮るっていうのはやっといた方がいいかなというのがあります。まあ、大体この切り取り線で切れば全然問題はないんで、まあ、これの本当、まあ、今の段階で Excel に入れちゃってもいいんですけど、めんどくさいんで、<laughs> 今やるのはめんどくさいんで、写真に撮ってっていう感じにしてはいます。ぜ、ま、ひ、あ、ですね、もう届き始めてるかと思いますんで、まあ、ご自身の分はそれでやってみていただくといいかなと思います。 まあ、税理士に外注してたりする場合だったら、まあちょっとまた手続きは変わるでしょうけども、<laughs> 紙を送ってくれるみたいな感じになるかもしれませんけども、ご自身でやる方はもう早いうちにデータにしておくと。で、データにするんだったら、まあ、この写真で撮っておくと。まあ、そういうふうにしてみていただくといいかなと思います。マイナポータルね、これ、ね、取り込めるっていうのがいいのかどうかってところですよね。そのための敷居が。 はいで,すよね、で、で、その生命保険会社で対応してないところってありますからね。私も一社対応してないところがあって、そうすると、もう他のところ連動しても、それ一個残るわけじゃないですか。それもちょっとめんどくさいですよね。で、もしこれ数がもうちょっとあったら、じゃあ連動できるものだけも連動しておこうみたいなのはあるんですけども、まあ、そんなに数がなければ、紙でちゃちゃってやっちゃってもいいのかなっていうのはあります。 まあ紙の方が早いっていうのは効率化上好まし,好ましい、まあ、基本的に好ましいことではないんですよ。どう考えてもデジタルの方が早いんで、ただこんな感じでマイナポータルだったり生命保険会社のサイトの使いにくさっていうところも入ってくるってなると、ちょっともうこっちの方が早いかなっていうのはありますね。 預金データなんかは、まあ、預金データも銀行の、銀行のシステムとかも使いにくいし、会計ソフトも使いやすいとは言えないんだけども、一度連動しておくと、その量が結構多いじゃないですか。まあ、だからそこに手間をかける価値っていうのはあるんですけど、この生命保険に関しては、まあ、そこまでかける手間をかける価値っていうのは、私はないかなと考えてはいます。ですので、今、まあ、今日お話したような方法でやっているというところです。 じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。